こんにちは。こんにちは。渡辺です。池田です。はい、ということで今日はまた1分アレンジのリベンジバージョンになります。はい、前回がね、1分18秒。ね、ちょっと惜しかったんですけど、まあ、編み下ろしね、見てない方ちょっと見てください。で、今回はお団子バージョンですよね。お団子バージョンです。しかもゴム1本で作る、しかも1分で作るっていう感じにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは動画をどうぞ。今日は N ドットのポリッシュオイルとゴム1本を使っていきます。1分間アレンジ、よーいスタート。まずね、半分に髪の毛を分けてロープ状に編んでいきます。サイドの部分に髪の毛を持ってくると編みやすいです。で、毛先の方までしっかりと編んでいきます。後ろに持ってきて、なるべく耳ラインのあたりでお団子状にくるくると巻きつけていきます。しっかりと巻きつけてゴムで挟んでいきます。で、最後に全体的に少しだけほぐして、はい、バランスを整えたら完成。59秒です。はい、ということで、今日はなんと59秒で達成しました。まさかのね。でもクオリティ結構良くないですか？結構かなりおしゃれですよね。59秒でやったとは思えないぐらいで、しかも何もしてないもんね、今日。今日は何もしてない。オイルだけつけたぐらい。で、まあ、何ボサボサな状態でも。はい、だから寝癖でもいける状態。なので、まあ、巻きたくないとか、今日何もしたくないけど、とにかく髪の毛まとめたいっていう時に使える方法やな。はい。で、なんやったら、このままちょっときっちりと止まってるので、まとまってるので、ちょっとお出かけしても全然問題ないそうな感じもするかなと思いますので、よかったら59秒アレンジぜひ参考にしてみてください。はい、はい、この動画良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。